こんにちは、天板アカデミー堀秀夫です今日はパチンコ店勤務の会員が稼げるわけということでね、えー、まあ、私はどんな商品を扱いましょうかとかね、えー、いくらぐらい稼げるでしょうかという質問はまあ、えー、結構いただく質問なんですけど、これ人によってまちまちという傾向はあります。まあ、ただ思い起こしてみるとね、 何やってるんですかって言って、パチンコ店に勤務してる方って、まあ、結構ね、まあ、商品探し、うまくいくことが多いし、割とまあ稼げてるとで。そもそも私がインターネットで稼ごうと思った時にね、コンサルティングを受けたんですけど、まあ、そのコンサルティングの先生も、そういえばパチンコ店の店長やっててね、パチンコ店勤務だった。で、実は、まあ、そのコンサルティングね、えー、2人受けたことあるんですけど、 二人ともパチンコ店になったと。ね。で、偶然だねぐらいに思ったんですけど、まあ、最近商品探しをしててね、まあ、見つけてくる商品とか、あるいは自分の経験なんかから考えると、えー、もしかしてね、やっぱパチンコ店勤務の人たちが稼げるのはわけがあるんじゃないかと、ね。パチンコに来るお客さん、ね、パチンコに来るお客さんが買うような商品っていうのはね、えー、結構儲けやすい商品なんじゃないかなと。 いうのがあったんでまあ、それについてのお話ですまずね、まあ、ここ2週間ぐらいで、ね、山崎、サントリーがね山崎と白州、まあ、生産もできませんとね、ね、えー、12年以上のものは販売中止ということになっちゃいました、売れに売れて。で、価格が急騰してます。まあ、ちなみにこれ、オーストラリアね、えー、まだ買えます。 山崎12年も白州18年も買えます。ね。あんま高くなってないです。まあ、ただ、主犯免許持ってないとね、扱えないんで、こう、歯がゆいとこなんですけど、もしもね、会員さんで、知り合いに主犯免許持ってる人いるけど、そういえば、えー、いくらで買えるのかと、ね、気になる方はご連絡ください。まあ元、ね、もとい、ね、もうここ2週間で、ね、今まで1万5千円だったものが、ガンと上がって2万7千円、ね、 えー、ボロいもんですよね。まあ、もしこれあの、普通に販売できる人で網張って仕入れてたらね、えーまあ、これだけで人財産できたという感じなんですけど、まあ、実はね、えー、まあ、不謹慎だという方もいらっしゃるかもしれませんが、311の後ね、えー、放射線測定器もね、えー、似たようっていうかもっとすごい状況になりました。まあ、同じように急騰しました。ただ、 ウイスキーやワインね。ウイスキーやワインのも給湯するときっていうか、まあ値段が何倍になるかっていうのは、まあそれこそね、えー、2倍、3倍当たり前、まあ10倍っていうのもねあ、まああることですねって感じなんですけど、まあ10倍で売ってもね、まあ大抵ウイスキーやワインっていうのは、まあやっと変えてありがとうって感じで感謝されるんですけど、まあ一方外貨カウンターはね、えー、まあ倍で売っただけでね、 ちょっと遅れたり、あるいはね、倍で売ったっていう事実だけで、まあ、詐欺しようばあり、ね、えー、人間じゃないみたいな、まあ、状況にもよりますけど、まあ、扱うものによってね、えー、同じように儲けても、というか、外貨カウンターだとね、えー、実際問題は、えー、いろいろ難しくて、まあんま儲からなかったんですけど、たや、ね、同じように急騰した商品でも、たや儲かって感謝される。 で、たやね、販売も難しく、仕入れも販売も難しく、頑張って売っても詐欺師呼ばわりということになります。まあ、これ、どんな人が購入するかということが重要な要素です。でね、パチンコ店の客というのは理想的な購入者に強い。ね まあもう多分にステレオ的な分析ですけど、まあイメージ的なもんで考えていただいても、現実とそんな遠くないかなと思うんですけど、パチンコ店に来る人がね、えー、まあちょっと珍しい高い酒あるから飲みますかと。ね、山崎とかね、拍手があったら飲むかって言ったら、まあ飲む気がしませんかまあ実際飲むと思います。割と高い確率で。じゃあね、えー、外芽カウンター、放射線測定してね、健康とか子供のために、外芽カウンターでね、放射線測定しますか まあ多分全然興味ないというか放射線測定器なんて買わないと思います、まあ、そんなわけでねパチンコ店の客というのは理想的な購入者に近いとだからパチンコ店勤務の人は稼ぐ確率が高いのかななんてふうに思いました、まあ、商品探しにはねこういった面も非常に重要ですどんな客が買うかと、ねまあ、そもそも、ね、値段がバラバラですとか、ね、いろいろあるんですけど 安くなきゃ売れない商品を買うような客ってのはあんまりいい客じゃないと、ねで。逆に値段バラバラなんだけど、割と高い値段で買う人が多くて、高い値段で買ったからといってクレームがつくわけでもないという商品がいい商品です。まあ、その辺も含めてね、商品探しはする必要がありますし、 逆にそういった面まで含めての商品探しのサポートができるのがね、えー、私の強みなんで、ほんと商品探しはね、まあ、気になった点とか細かい点まで含めて、えー、お気軽にご相談ください。ねえー、そもそも私も昔パチンコ中毒だったんでね、まあ、理想的な客であったと。 ね、で、なおかつ、理想的な客がどういうものを買うかっていうのを探してね、もうかれこれ10年サポートしてますんで、えー、相談してもらえば、お役に立つサポートできますんでね、えー、商品探しは本当にうまくいく、まあ、勘どころがわかるまでは、まめに相談していただくというのが一番なんでね、えー、お気軽にご相談ください。まあ、今日たまたまね、パチンコ店勤務の会員さんって聞いて、あ、そういえばパチンコ店勤務の人ってね、えー、大体稼ぎますねと。 思ってね、ふと、あまあそういえばパチンコ屋さんのね、お客さんっていうのが理想的な客に近くて、まあそういう人と接してるから、まあ無駄遣いする人の好きなものが、まあ肌感覚というかね、えー、雰囲気でわかるというのがね、強みなんじゃないかなと思って、まあこの情報をシェアさせていただきました。商品探し。ね、単に差額じゃなくてどんな客が買う商品かというのは非常に重要です。以上、天ーアカデミー堀秀夫でした。